時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長、火影になることを夢見る少年、渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するように、あまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔像だと。まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。その目をひっぺらしてやる。それあの手早めをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいくかな。やはり強いな。カカシ、どうする。ずっと引っかかっていることもある。引っかかっていること。まだ火星の息はない。やつも俺のカムイは同じものかも。なんだと。もし仮定の通り二つが同じ術なら、それを作り出す根も同じだとすれば、水で生じる時空間も同じということ。それを利用すれば
待ってよ。すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちが眠くなったら眠る。そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手借りて眠るなんて、あっちは無念なんだ。てめえを倒して、この戦争を終わらせる。美獣、惑星螺旋手裏剣。分身か。うわ限界のようだな、カカシ。まだだ、美獣の番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は。